皆様、こんにちは。ブルーフィッシングのブルーです。今日はね、ザクザクキングっていうゲームをやっていこうと思います。これのゲームなんですけども、たたいたあの機関にある、なんていうの、その財宝とかそれを削って地上に上げて、で運搬してこの運ぶっていう、もう非常に簡単なゲームです。で、まず最初に新しい機械こちらを押します。今よし、ここを押して今ここにいます。で今もう持っていきます。今20度が入りましたね。まあでここのエレベーター1階の方まで降ります。でそれを上げて、でタンクに、まあ、20度が溜まってます。でこっちにこちらの、トロッコで運ぶ係、で今運び終わりました。で今レベルを上げます。でここでレベルを上げます。でこれもね、何回かやってます。ちょっとお金をちょっと貯めてやろうかなと思います。うわ、クレーンロード。まあね、こういう最盛り券の、管理者っていうのがあります。これは、100ドル払ったら、金銀とかいろんな人がいます。まずはお金を貯めまし、貯めて少し、今ね、一箇所が開けてないんですけど、そこに財布車を入れます。でここに採掘者、管理者を、雇うっていうので、チャドルで運んでいます。まず、最初は新規の方に、で、まあ、これは自動でやってもらいます。で、この上 の、 あの管理者の火の上に、青のマークについているんですが、これを押すと、1分間、ちょっと早くなるっていう機能です。もちろんね、レベルが上がるんで、ね、この箱もね、大きくなります。で、ここを新規のやつやってます。ちなみに、初心者は1分しか持たないんですけど、上級者になると3分とか、重役とかになると、時間が早くなります。まあね、この管理者がいるから、これ今自動で回ってます。ですのでね、こういうふうに回っても回っても結構、効率よく回ります。ただ最初はね、非常にね、小さいので、ね、下に掘ろうとしても、すぐ掘れないんで、まずは、レベルを上げていきます。で、ここでね、まずちょっとレベルを、1段階、10段階、50段階、マックスまで上がります。マックスは上げる人でいきます。もう。まあ、レベル16も上げました。ちょっとね、箱がちょっとバージョンアップしたのと、変わったのが、まず2人、レベルが上がるにつれ、2人になったり、3人になったり、とか4人になったりとかになります。けどね、結構レベルが、で、まあ、レベルが上がったので、このエレベーターの方もレベル、で運搬する方もレベル1になりました。ここも上げることができます。
ですので今回はこれを上げていこうと思います。まずこっちの、ちょっとお金があるんで、でちょっとまあ上がるんだったら、あの左の、あ、して、右の上の方ですね、エレベーターの方では、これを上げると1個上げます。で、まあ、こっちのも1つ上げます。もちろんね、あの、この期間も、もう掘ろって、まあ、掘れるんですけど、この新しいのに、1K の現金が必要ですので、そこだけはちょっと注意して、やっていきますので、ちょっとお金を貯める必要性があります。というゲームです。まあ、簡単な説明でしたけども、まあ、初めて、今このゲームの紹介をさせて、ゾクゾクキングの紹介を終わります。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらね、あの、チャンネル登録とか、あの、高評価。またね、このザクザクキングについて、概要欄の方にもね、貼らせていただきますのでね、皆さんもね、ぜひね、このゲーム結構ね、ゲーム初めての方でも全然楽しくできるゲームなので、ね、皆さんもやってみてはいかがでしょうか。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。